よし、じゃあ詳しく内容見ていきましょうか。さあ、じゃあまずはね、カフネから見ていきましょう。このね、カフネ結構ね、強いと思います。竜炭では使えないんですけど、まあやっぱカフネ火炎かな。普通のカフネ火炎の、サブカフネとしてぶち込むとか、あとナルダルの、火炎タイプに、まあぶち込むとか、あとまあシアン火炎にもね、ぶち込める性能なんで、結構汎用性意外と高いですね。で、性能なんですが、全体小火炎ですね。まあ、だから言ってみたら、テュポンはまあ5件だから違うけど、まあ2ターン全体召喚炎は、リムダか。まあ、リムダとの違いはコンボスキルですね。リムダのコンボスキル 1.4 倍から 1.8 倍と。あ、そうか、リムダってあれか。普通の火炎じゃなくて1000円か、こいつ。ちょっと違うのか。だからまあ、スキルは若干リムダの方が回復入る分強いんですが、まあ、コンボスキルがっていうところですね。盤面が半分ぐらい埋まってると 1.6 倍っていう感じか。まあ、ちょっとコンボスキル微妙かな。まあ、後半でエンディカと繋げれば強いんですけど、まあ、そこっすよね。こっちのね、カフネはね、コンボスキル結構強いですね。火炎というか、まあ、火球で最大3800は相当ですね。で、最初で、300の火炎ダメージ与えるから、だから、相手のキャラクターが5枚いれば、最大値いきますね。3800。5枚か。まあ、召喚してくれれば、まあ、そこそこいけそうな感じしますけど、召喚がないとさすがにっていう感じですね。まあ、フェイルノート、メルベ多いし、まあ、結構コンボスキルはなんだかんだいけんのかな。まあ、頑張って相手、召喚ないと相手のキャラクターはまあ3枚か4枚ですよね。3枚だと、2400か。で、4枚だと、3100かな。まあ、大体召喚ないと3枚かな。3枚だと、まあ、2400。まあ、ちょっと弱いかなっていう感じですね。まあ、火炎効果分を乗るんで、まあ、そこも使っていければっていう感じですね。だから、まあ、リムタとどう使い分けていくか。リムタはね、コンボスキルやっぱバフなんで、エンデカと相性はいいよと。あと、まあ、1000円なんでね、少し回復も入りますし。どっちがいいのかな。どっちがいいか。まあ、大体カフネでいっかな。逆にアンジヒールも多いですからね。リムタの回復が反転しちゃいそうっていうのはありますね。そこをどう見るか。あー、クラインに入れます。クラインだとリムタの方が良くないですか？クラインって結構エンデが入るイメージありますけど。どうかな？まあ、どっちもどっちですね、結局。コンボスキルは。局面によって、まあ、変わってくるんで、どっちが強いかは。まあ、普通にカフネカインにぶち込むのか、クラインにぶち込むのか、まあ、ナルダルにぶち込むのか、シアンカインにぶち込むのか。結構幅広いね。てか、なんだったら別にシアンカインにリムタとカフネと、テュポンぶち込んで、まあ、全体中カインはいないんですけど、まあ、そこら辺は英語名に任して、コンボスキル回復と合わせて結構回復していくっていうのが良さそうかな。やっぱシアンカイン回復がでかいですもんね。自分召喚していくんで、自分のキャラクター1枚つき何%回復っていうのが結構いますからね。コルヌとかだったらさすがに交換。まあそうですね、コルヌでも3ターンは3ターンで強いですけどね。まあ、コンボスキルが 1.6 倍バフプラスなんか自分に呪いっていうのがいかついんですけど、まあ、3ターンは火炎の3ターンと2ターン結構違うんで、割とコルヌはコルヌでありですけどね。OK、じゃあ次見ていきますか。で、英語、まあ、ルーティーなんですが、自分のデッキが、魔10ですね。だから魔デッキ条件と。で、珍しいね。多分英語では初かな。2ターンのバスバリ持ってますよと。まあ、900ずつなんで、まあ、合計1800のアドと。で、コンボスキルもね、自分のキャラクター1枚付き、500上昇、最大1800と。だから自分のキャラクター4枚で、最大値ですね。まあ、静まっていうよりかは低コスト帯っていう雰囲気かな。で、このね、バスバリは、シアンと使えるっていうのが、まあ、ポイントかな。レナートは、シアンでは使えないんですけど、なぜかこのルーティは使えるんで、まあ、レナートは両面バスバリだからっていうことですかね。うん、しかもシアンにぶち込めばあれだな。これコンボスキルも、最大値行きやすいですよね。まあ、これもカップ戦とかね、低コスト帯結構活躍しそうですし、まあ、それこそね、シアンにぶち込むっていうのもあり得るんで、まあ、静までもワンチャン活躍は、できるかも、デッキによっては。まあ、でも基本的に低コスト帯の、キャラクターだと思われます。じゃあ、お次なんだが、ペーニャかな。さあ、これがね、最新のデッキ、エレメントの英語マと。まあ、雰囲気としては、まあ、戦撃でいうところの桜吹雪かな。なんか一番色が集まってるやつの、色になるっていうやつですね。青が1200上昇のマックス2200。赤が400毒で、400毒と800火炎。で、それが2個集まると700毒と、1500火炎。だから合計は2200か。あ、一緒ですね。で、緑が、800吸収なんで、まあ、アドは1600か。だから2200、2200、1600アドと。まあ、英語まで2200は結構強めですよね、スキルで。まあ、最近そういうキャラクター結構多いけどね。まあ、チャージ必要だけど、ウィル・ボスカヤとか、あとなんか、マゴマのアマネーモでしたっけ？なんかあれも、2200だか、2400ぐらいのアドを持ってるはずなんで。で、コンボスキルはね、非常に使いやすいと。リアクト。まあ、これは盤面の色に応じてすぐ、打点が出るっていうやつですね。で、青が1500。赤が600足す、1400なので2000か。で、緑が900、90。だから1800アドと。まあ、だいたい2000前後の、打点かな。ちょっとこれは青が弱いですかね。まあ、赤で使えれば、まあ、だいたい、イオフィとか、ハルちゃんと一緒の、打点と。まあ、どっちかというとこれはスキルが強いかなっていう。まあ、まだまだね、エレメントは、キャラクター少ないんで、まあ、全然入る余地はあると思われます。うん、コンボの青だいぶ控えめですよね。これだったらまあ1800ぐらいあっても良さそうでしたけど。まあ、スキル強い分そこら辺で、あれかな、バランス取ってるっていう感じかな。さあ、じゃあ、あとは後半戦のキャラクター見ていきますか。さあ、まずはね、このバレンタインレクシアなんですが、ソウルとなっております。盤面総数が12枚以上の時に、発動できますよと。ちょっとこれ時間が、必要ですね。2段完結駒か。駒枚数あるの結構いかちいな。なんでこれ、条件ついたんだろう。ソウルはね、2段完結は、テレッサがいるんじゃが、こいつが、ああ、1000の回復と1500の回復か。ああ、じゃあこっちの方が強いんだ。数値的には。まあ、その代わり盤面の、コマ総数条件がありますよと。なるほどね。これどっちがいいかな。あ、でもそうか。こっちのテレッサの方は結構霊力溜まるのか。テレッサがね、1000の回復と40の霊力チャージか、1500の回復と、10のチャージ。の2種類あるんですけど、まあでもソウルデッキは霊力チャージした方が強いですよね、さすがに。まあ、結局エリーゼデッキではあるんで、しかもこっち若干条件あるし、謎に。で、コンボスキルの方は、3000のダメージと、30チャージ。で、3500のダメージと、10チャージの2種類。で、テレッサの方は、コンボスキル2800の打点と60チャージか、3500、のダメージと、20チャージっていう2種類ですね。いやー、霊力溜まるな、テレッサ。結構強いね。僕ね、これ持ってないんですけど、ちょっと欲しいね、テレッサ。まあ、素でダメージ出すんだったらレクシアですけど、まあ、これぐらいの打点出したところで、まあ、エリーゼ引いてこないと厳しいかなっていう感じはしますよね。まあ、20と40倍違いますからね。相当違うと思います。まあ、レクシアちょっと出番ないかなっていうイメージですね、これは。さすがに。さあ、で、お次は、バレンタインゆずきなんですが、これは火球持ってますね。竜10以上か。なるほど。だから、これは、魔竜とかの1枠になるとしても、竜駒が10枚必要なんで、まあ、火炎タイプのナルダルとかになりますかね。あとは火炎タイプのシアンかな。で、1000ダメージからスタートしてって、相手のキャラクター1枚つき、200上昇、マックス1600。まあ、普通にハルちゃんとかイオフィ枠かな。相手のキャラクター3枚でマックスですね。2枚だと1000枠か。一応ね、火炎バフも乗るんで、まあ、少し数値は、まあ、控えめではないけど、まあ、上昇率がやや遅いと。で、コンボスキルが、100の火炎ダメージ与えまして、100ずつ上昇。だから1ターンにつき200の上昇か。で、最大、2200。ちょっとこっちは弱いかな。下駄が100しかないですもんね。これミスじゃないよね。これ1000じゃないよね。ただ、ここにたどり着くまでにどんくらい時間がかかるかっていうのが、ちょっとよくわかんない。後で、ちょっと計算しておきますわ。だいたい8ターンとかそんなもんなんですかね。8ターン、9ターンぐらいでマックスなイメージかな。まあ、一応ね、使い道としては、火炎タイプのね、ナルダルデッキなり、まあ、シアン火炎なり、まあ、いろいろありますよと。で、あとはね、重要情報として、この、2周年キャラと3周年キャラがね、一体いつ来るんですかっていうね。これね、結構質問あるんで。なので、持ってないよっていう方は、まあ、ザフキとあれかな、メイティスがおすすめかな。逆転コインなんで、まあ、多分余ってる方多いと思うんで、交換しておきましょう。で、あとは、あ、で、これオセラボっすよね。で、今回のオセラボが新デッキじゃなくて、対戦ルール調整の、お試しっていう風になってるんで、これはどうかな？後手番のエクストラ HP の調整なのか、それともね、まあ S 連打防止、駒投げ防止で、もしかしたらもう一回、セーフドローの、あれかな、実験の可能性もありえますよね。なんでちょっとね、今回周年来て、B ゴマ強いキャラクター多くなったんで、あ、多くなったっていうか、まあ、多くなりましたし、持ってる方も増えたんで、もしかしたら、静まの S5 とかね、S6 とかそういう、駒投げ防止の、施策がなされるかもしれないんで、ちょっと、僕もね、今回 B キャラクターゲットしようと思ったんですけど、ワンチャン、セーフドローとか来ちゃうと、まあ、B ゴマ使いにくくなっちゃうかもっていうのは、まあ、注意かな。ただ、開催期間が3月の下旬なんで、まあ、もう周年終わってますからね。まあ、とはいえ、一応周年の B キャラクターゲットはしとくかな。うん、ワンチャン、まあ、セーフドロー来ても、まあ、そこはしょうがないっていう感じですね。もしね、セーフドローが来るっていう過程ですけどね、全然違うっていうパターンはありますけど。まあ、自分が来てほしい対戦調整は、まあ、駒投げはしょうがないかな、個人的には。逆にセーフドロー来ちゃうと、まあ、先に S 駒打った方がシーソーゲームになった場合勝っちゃうんで、その、なんだろう、逆転するためには逆に駒投げが必要なんですよね。それじゃないと逆転しづらいんで、まあ多分後手番のエクストラ HP 調整かな。それが来てくれれば、まあ、結構嬉しいですけどね。ということでね、さらっと見ていきましたが、どうだったでしょうか。まあ、今回の注目キャラクター、個人的には、何かな？まあ、パッと見、カフネと、カフネだけかな。今回ね、5体しかいないんで、カフネでしょ？で、まあ、ルーティーはこれは低個数帯頑張りたいっていう方ですかね。ああ、で、これか。まあ、エレメントは、まあ、やってる人は少ないと思うんで、まあ、なかなかかな。まあ、カフネかな、うん、今回の注目キャラは。そうですね。結構ね、こういう、なんだろう、魔竜なり、火炎、シンプルな火炎じゃないデッキでもね、火炎キャラクター使えるようになってるんで、おそらくカフネが一番注目されると思われます。自分はどうしようかな。まあ、バレンタインピリカね、ちょっと今後最近頑張ってるんで、まあ、最近というか、まあ、割と頑張ってはいるんですけど、ちょっとバレンタインピリカ回収しに行くかもしれない。まあ、とりあえず単発で様子見て、引けなかったら、駒交換まで行くか行かないかっていうところですね。いやーでも正直バレンタインピリカ以外いらないからな。他になんか欲しいキャラクターいたかな、バレンタインで。なんかあんまりいない気がするんで。まあスルーが安定かな。マリオデッキもね、なかなかまあ新しめのデッキで、なかなかね、キャラクター持ってる人も多くはないと思うんで。まあ大体の方がスルーでいいとは思いますけど。まあ欲しい方は、まあ一応ね、バレンタインカフェね、ゲットしておくといいかもしれません。OK、じゃあ今日はこんなところで締めますわ。